シェルフリーチャンネル。ここは私一人だったら多分見つけきらんですよ。見つけきらんや、うん、もう私の小さい時に来ただけで、うん、もうそれから全然ね来たことなくて、ここにうちの田んぼはそこらへんやったんだよ。でもここは綺麗になったけどね。残しと看板っていうのでね。これが参道。そっちはこっちはないですもんね。こっちはないない。昔はもっとあれですか、こう綺麗に。あ、本当だ。ブロックで作ってある。あの資料ではなんか何件かその管理してるってしてたけど、それが1999年の時点でしたもんね。あ、そうね、うん、これ昭和10年よね、うん、10年10月7日。音が生まれた時か、うんうん、生まれた年ですね。80年生まれた。でも立派な鳥居ですよね、これ。う、私う、ね、うん、木でできてるかなと思って、木だったらもうボロボロやろねと思ったけど、寄進社大聖丸、うん、小平田神社。え、これそのこの鳥居の先には何があるんですか、これ。お魚みたいな、うん、そこまでたどり着けるかな。ここなんかあれかな、イノシシの、うん、寝転がった跡かな。わー、ここイバラもある、よいしょよいしょ、あいたたたたたたた、石垣じゃないと。ああ、神様。その神様自体はもうないんですね。知らんだけど、これどうかなったじゃない。後ろはどう、うん、後ろも。イノシシがこういう。へえ、竹が。そっか。お魚があげるところあった。じゃあこの石段が、昔お魚をあげてたところなのね。なんか後ろもあります。本当だ。が多分あったんだろうな。でもなんかこう形があったような気がするんだけども、覚えみたいな。その
その石だけじゃなくして、うん、なんか上に神様の祠、ね、祠みたいなのが、うん、あったっちゃろうけど、そういうもうこれに追われて、竹に追われて、うん、へえ、うん、うん、でここにこうブロック塀がありますもんね、うん、ブロック塀があるけん、もうこの内側に多分、そうそう、ここのこう、うん、ここら辺よ多分ね、うん、これで倒されたとかね、あら、前は綺麗ね、あら、ここにいたその神様はどこ行っちゃったんでしょうね、そうだ、もう ね、ってもう来てくれる人もおらん、うん、どっか去っていったとかな、こっちはそれらしいのはないですね、やっぱここだ、うん、ここがこうあったじゃない、あ、まあ何十年前ぐらいの頃でしょうね、それあった、お母さんがまだ子供の時はあったってことよね、うんうん、お魚家に来てそれが、ね、うん、ここもなんか石垣が、やっぱそっけん、そこよ。